伊藤一洋は、日本の手品師。兵庫県豊岡市出身。兵庫県立豊岡実業高等学校、建築家卒業。劇団を経営していた父親の影響で芸人を、志、し、小曲祭天査、天下一座に入って、旅回りの生活を6年間続けた。手品を始めたのは一座の手品師が、高齢により、舞台に出られなくなり、代役を務めたからで。 手品師の世界では珍しく師匠がいない。当初は手品だけを行っていたが、性軍に合わず面白くなかったため、喋りながら手品をするようになった。その後、軽妙な話術に乗せた巧みの手品で寄せやテレビで活躍。手品を見せた後に言う、この件について何かご質問はございませんかというセリフは流行語にもなった。 1979年頃から入隊員を繰り返し、同年の9月8日の栃木市民ホールの舞台を、最後に、遺願により45歳の若さで亡くなっている。2015年現在、弟子である、伊藤夢葉が、舞台、演芸会で活躍。同時期に活躍した、初代、引田天皇の、大脱出症について、メディアを通じては常に否定的な姿勢を見せていたが、著書においては、 大魔術に対して驚く人が圧倒的にいることを知っており、それを見通した上での彼らしい演出で雰囲気を盛り上げるのは他の手品氏には真似できないと評価している。また、同じ著書の中で、引田さんも私も手品を材料にして何かしら面白いものをやってみようという発想は同じで、片方は大魔術となり、片方は 手品をやらない手品しということになるのであるとも、記している。一葉と天皇は共に、少年は1934年、没年は1979年で同じ45歳で、没している。ありがとうございます。